ついてくる子供のはしと。あまり怖くない話だが、時間がある奴は聞いてくれ。一週間ほど前の話なんだが、先輩と飲んでた時のことなんだ。その日二人で遅くまで飲んでて、そろそろ帰るかって話になったんだ。長いこと飲んでたのでタクシーも出ないとのことで、お互い家も遠くないから徒歩で帰ることにしたんだ。その先輩の家と俺の家は逆方向なんだけど、 遅くなったし、かなり飲んでるから途中まで遠回りして先輩が見送ってくれたんだ。そして二人で歩きながら普段は通らない道、近道、を通り、ちょうどお互いの家の中間あたりで別れることとなったのだが、その近くに地元では色い々ろいろ噂のある公園があるんだ。俺はその先輩が霊感があることを以前から知っていたし、時間も時間なので内心その公園の前を通るのを心配してたのだが、酔いのせいもあり、 それ以上、気にはしないことにしていたんだ。そして別れ際、見送り、ありがとうございます。気をつけて帰ってください。と先輩に言い、お互いの帰路に目を向ける瞬間、偶然二人とも公園に目を向け、黙り込んでしまったんだ。その理由は、何か黒い人影のようなものが似たい。その公園の前でうろうろしてたんだ。その瞬間先輩は、あ、と一言言ったのだが、 それ以上は言わず、じゃあな、と言い、家に向かって歩き出したんだ。多分先輩も俺と同じようなものを見たんだと思い、俺も気になったので次の角まで見送ることにしたんだ。先輩は最初に俺が見た影のあたりを避けるように歩き、角を曲がって帰っていったのを見て、何もないことを確認し俺も帰ることにした。もちろん、その人影が動かないことも確認してからだ。 俺も一人になりしばらく歩いていると妙に後ろが気になる。というか後ろから何か、ペタペタ、と音がする。まあ、夜明け前だし、野良犬でも歩いてるのだろう、と自分に言い聞かせ、振り向きもせず歩いていった。振り向かないのは、さっきのこともあり内心怖かったんだ。正直後ろの音も最初聞こえた音より大きくなっていたんだ。ちょうど子供が歩く足音のような、ペタペタ、パタパタ、 といったような音が、一定間隔を保ちながら後ろから迫ってくるのだから。気にはなるが、なぜか振り向いてはいけない気がしたので、前だけ見て、小走りでなんとか帰宅。家へ着くなりすかさず台所へ行き、塩を持って玄関へ行き、自分の体を含め、辺りへ塩を振り、鍵を閉め、部屋へ戻ろうとした瞬間、庭先から子供の声で。なんだ、ここまでか。と、一言聞こえ。 小走りしたのとは別の汗が全身を覆ったのでした。その後布団へ潜り、いつの間にか寝ていたようで何事もなかったけど、後日先輩と会ってその日の出来事を話したところ、先輩はもっと大変だったようです。その話は俺の体験でないのでここでは省略します。だらだらと長文になってしまったけど、ここまで読んでくれたやつサンクス。